1997年6月23日、ナイル川と地中海が交わるエジプトの古都アレキサンドリアで、一人の少年がちょっと変わった魚を釣り上げました。まさしくそれは古代エジプトから海の民として語り継がれてきた伝説の生物シーマンでした。シーマン、古代エジプト第三王朝でピラミッドを設計した賢人イムホテプに知恵を授けたという生物。天からの啓示を伝え人間の知識を受け継ぐという生物。人間の顔を持ち、やがては言葉を話すと言われている生物。1933年、ジャン・ポール・ガゼーという学者によってその存在が報告されていましたが、若手学者の売名行為と取られ、誰もその存在を信じなかった伝説の生き物です。幸いにも、釣り上げられた生体サンプルから卵が摘出され、直ちにパリの文明生物考古学研究所に届けられました。今こうしてシーマンの卵を育成キットとともに皆さんの手にお届けできるのも彼らの研究に負うところが大きいのです。アーサー・C・クラークやスタンリー・キューブリックが予言した2001年の今でも、まだまだ未知なることが私たちの住む惑星には残されています。このシーマンという生物がどのような生態や知識を持つのか、未だ多くは謎のままです。ただ一つだけ言えるのは、かつて誰にも記述されたことのない壮大な歴史を、もしかしたら私たちにそれを直接語ってくれるかもしれないということです。